さあ今回は昨年の7月に仙川にオープンしましたオステリアジュリエッタにお邪魔しています。というわけでこちらがオーナーシェフの加藤さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの昨年の7月にオープンされたと伺っていて、はい、こう真新しい感じなのかなと思ったら、なんだかこう味がある雰囲気で落ち着いた感じがしますね。そうですね、なんか元々あった物件の一部を生かしてちょっと改装してやったんで、なかなか歴史のある感じが残ってるかと思います。扉なんかもね、とっても味があって、そうですね、あの扉が決め手だったかなと。あ、そうなんですか、はい、あの仙川にお店をオープンされたというのは、はい、何かこう理由があったんですか？自宅からなるべく近いところでやりたくて、自転車で通える範囲内で探して、でここが見つかった。なんかこう人との触れ合いとかっていうのはありますか？ここでお店をやってる限りはもうすごい地元の人がたくさん来てくれるし、人との会話も多いので、そこがいいですね。緑もたくさんありますしね。そうですね、あのオープンされて数ヶ月なんですけれども、はい、どうですかお店の。そうですね、半年経って結構やっと最近認知されてきたかなっていう感じで。お客様はどんな方が多いんですか？近所のに住んでる方、ほとんど歩いて5分とかそういう方ばっかり。もう本当にじゃあご近所の皆様が。そうですね、はい、憩いの場みたいな感じになってるんですか？そうですね、はい、じゃあもう本当に顔見知りの人がたくさん増えますね。そうですね、はい、でも歩いて5分のところにこんな店があったら、はい、もうすぐね帰れると思ったら、そうですね、ね、はい、お酒も進むし食も進みますよね。ベロベロになって帰っても大丈夫。いいですね。あの先ほどメニューを少し見せていただいたんですが、はい、美味しそうなメニューがたくさんありますよね。そうですね、季節ごとにいろんな食材を使って、週に 2,3 回来ても飽きないようにいろいろ工夫はしています。またこうお値段もとてもリーズナブルで、はい、普段使いにぴったりのお店といった感じですよね。そうですね、フラッと来てちょっと軽く飲んでつまんでみたいな感じに使ってもらってもいいですし、まあがっつり食事っていう感じでもいいかなと。そのためにはやっぱ安いよね、だからやんないといけないかなという感じです。入り口にワイン一杯でもパスタ一皿でもどうぞって書いてあって、はい、すごくこう気軽に入りやすいなっていう。そうですね、はい、でもこれ全部お一人でやってらっしゃるんですか？そうですね、仕込みは全部一人で。食材へのこだわりとかお料理のこだわりっていうのはどんなところですか？やっぱり自分が食べて美味しいと思うものを、作るようにしています。デザートメニューまでありましたけど、これ全部手作りなんですか？はい、そうですね、全部手作りですね。すべて、はい、パンとかパンもいろいろありますけど、はい、朝焼いてます。そうなんですか、はい、じゃあ本当にこだわりのお料理をここで堪能できるわけですね。はい、こちらのお店の一番の売りは何ですか？一番の売りは、種類がたくさんある手打ちパスタ。手打ちパスタ、はい、パスタも手打ちなんですか？パスタも手打ちですね、はい、いろんな種類がるんですか？はい、そうですね、一応サンプルがありまして、これ全部パスタですか？はい、そうですね。何が形が違う以外に何か違いがあるんですか？形も食感も違うんで、合わせるソースが異なっていたり、本当に様々な感じですね。これ全部作ってらっしゃるんですか？常備してあるのはだいたい4種類とかぐらいなんですけど、まあいろいろやっぱり飽きないようにいろんなものを作ってます、ね、一言でパスタって言っても、はい、いろんなじゃあ食感とか味わいを楽しめるってことなんですね。そうですね、はい、ご近所にこんないろんなパスタが食べられるお店があるっていいですよね。そうですね、ちょっとどんな感じなのかなって気になるんですけど、はい、今日ちょっとお腹空いてきたんでいただけたりとか。わかりました。今日いただけるのはどの、ちなみにパスタですか？今日はじゃあこのキタッラというパスタなんですけども、はい、ギターの弦のような道具を使って切って作るパスタをお出ししようかと思います。ギターの弦のようなもので切る？はい。なんでそれで切るんですか？
そういう作り方なんですか。はい、そういう道具があってそれで切ってます。キタッタ、はい、ではキタッタをお願いします。はい、こちらが来たら甘鶏茶碗になります。あーすごいいい香りがしてますよ。じゃあちょっと熱々のうちにいただきます。はい、へー、あ、先ほど見せていただいた麺と比べるとやはりこう茹でると、そうですね、太さが出ますね。あのお湯を吸って膨らんで、うん、ちょっとうどんより少し細いかなっていうぐらいの、そうですね、弾力があるんで、お、はい、ではいただきます。すごい、もっちりもちもちのもっちりもちもちすっごい弾力ありますね。そうですね、うん、で、あのいつもいただいているパスタって、はい、断面がこう丸いのか、そうです、ね、食感がすごくあの、はい、全然違いますよね。ちょっと四角いのかな、こちらの方が。そうですね、あの特別な機械を使って切ってるんで、あの独特の正方形の断面に、うん、もっちりして弾力があるだけじゃなくて、この食感がまたすごく独特な感触がありますよね。はい、他ではなかなか食べれないと思います。で、またソースともすごくよく絡んでいて、はい、このソースがまたピリッと塩加減も効いていて、辛みもあって、食が進みますね、これは。これワインにも合いますし、ビールにも合いますし、はい、人気のメニューですか。そうですね。ぜひたくさんの方にこの美味しいパスタ召し上がっていただきたいですね。はい、はい、そうですね。ではテレビの前の皆さんにお店の PR をお願いします。はい、はい、他のお店ではなかなか味わうことのできない手打ちパスタ、当店にぜひ食べに来てください。加藤さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。